矢野正宏は、日本の農学者、農学博士、国立研究開発法人農業、食品産業技術総合研究機構次世代作物、研究開発センター所長。2019年、第13回、緑の学術賞受賞者。1956年11月4日、福岡県出身。1979年、 九州大学農学部農学科を卒業。1985年、九州大学大学院農学研究科博士課程を修了。1986年、農林水産省農業研究センター研究院。1987年、農林水産省北陸農業試験場作物部研究院。1994年、農林水産省農業生物資源研究所。 企画調整部主任研究官。1998年、農林水産省農業生物資源研究所分子、遺伝部ゲノム複製研究室室長。2001年、独立行政法人農業生物資源、研究所分子、遺伝研究グループ応用遺伝研究チームチーム長。筑波大学連携大学院生命環境科学、研究科客院助教授。2006年、 独立行政法人農業生物資源研究所 QTL ゲノム育種研究センターセンター長2007年筑波大学連携大学院生命環境科学研究科教授2011年独立行政法人農業生物資源研究所農業生物先端ゲノム研究センターセンター長2014年国立研究開発法人農業 食品産業技術総合研究機構作物研究所所長2016年国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構次世代作物開発研究センター所長2019年4月26日第13回緑の学術賞を受賞ありがとうございます